アメリカの民間企業が開発した宇宙船が初めて宇宙飛行士を乗せた打ち上げに成功しました。宇宙開発に民間企業が本格的に参入する時代の象徴として注目されています。打ち上げられたのはアメリカの民間企業スペース X が開発した宇宙船クルードラゴンです。アメリカ人宇宙飛行士二人を乗せて、日本時間の今日午前4時22分に アメリカ・フロリダ州から打ち上げられ、予定した軌道に投入されて打ち上げは成功しました。今夜遅く、国際宇宙ステーションに到着する予定です。打ち上げについて、北海道でロケット開発に取り組むベンチャー企業の稲川隆弘社長は、 技術的にとっても難しいと思われていたことを本当に実現したと民間の時代が来るんだというところはもうはっきり、えー、ショッキングなまでにすごい出来事今回の試験に成功するとクルードラゴンは運用段階に入りその1号機には日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが搭乗する予定で今年8月30日の打ち上げを目標に準備が進められています。 民間の有人宇宙船が国際宇宙ステーションを目指すのは初めてで、民間企業が宇宙開発に本格的に参入する時代の象徴として注目されています。 アメリカの民間企業が開発した宇宙船が初めて宇宙飛行士を乗せた打ち上げに成功しました宇宙開発に民間企業が本格的に参入する時代の象徴として注目されています打ち上げられたのはアメリカの民間企業スペース X が開発した宇宙船クルードラゴンですアメリカ人宇宙飛行士2人を乗せて日本時間のきょう午前4時22分に アメリカフロリダ州から打ち上げられ予定した軌道に投入されて打ち上げは成功しました今夜遅く国際宇宙ステーションに到着する予定です打ち上げについて北海道でロケット開発に取り組むベンチャー企業の稲川隆弘社長は 技術的にとっても難しいと思われていたことを本当に実現したと、民間の時代が来るんだというところはもうはっきり、えー、ショッキングなまでにすごい出来事今回の試験に成功すると、クルードラゴンは運用段階に入り、その1号機には日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが搭乗する予定で、今年8月30日の打ち上げを目標に準備が進められています。 民間の有人宇宙船が国際宇宙ステーションを目指すのは初めてで、民間企業が宇宙開発に本格的に参入する時代の象徴として注目されています。アメリカの民間企業が開発した宇宙船が、初めて宇宙飛行士を乗せた打ち上げに成功しました。宇宙開発に民間企業が本格的に参入する時代の象徴として注目されています。打ち上げられたのは、 アメリカの民間企業スペース X が開発した宇宙船クルードラゴンですアメリカ人宇宙飛行士2人を乗せて日本時間の今日午前4時22分にアメリカフロリダ州から打ち上げられ予定した軌道に投入されて打ち上げは成功しました今夜遅く国際宇宙ステーションに到着する予定です打ち上げについて北海道でロケット開発に取り組むベンチャー企業の 稲川隆博社長は技術的にとっても難しいと思われてたことをま本当に実現したと民間の時代が来るんだというところはもうはっきりこう、えー、ショッキングなまでにすごい出来事今回の試験に成功するとクルードラゴンは運用段階に入りその一号機には日本人宇宙飛行士の野口総一さんが登場する予定で。 今年8月30日の打ち上げを目標に準備が進められています。民間の有人宇宙船が国際宇宙ステーションを目指すのは初めてで民間企業が宇宙開発に本格的に参入する時代の象徴として注目されています。アメリカの民間企業が開発した宇宙船が初めて宇宙飛行士を乗せた打ち上げに成功しました。 宇宙開発に民間企業が本格的に参入する時代の象徴として注目されています。打ち上げられたのはアメリカの民間企業スペース X が開発した宇宙船クルードラゴンです。アメリカ人宇宙飛行士二人を乗せて、日本時間の今日午前四時二十二分にアメリカフロリダ州から打ち上げられ、予定した軌道に投入されて打ち上げは成功しました。 今夜遅く国際宇宙ステーションに到着する予定です。打ち上げについて北海道でロケット開発に取り組むベンチャー企業の稲川隆弘社長は。技術的にとっても難しいと思われてたことを、まあ、本当に実現したと民間の時代が来るんだというところはもうはっきり、えー、ショッキングなまでにすごい出来事。今回の試験に成功すると クルードラゴンは運用段階に入りその1号機には日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが搭乗する予定で今年8月30日の打ち上げを目標に準備が進められています民間の有人宇宙船が国際宇宙ステーションを目指すのは初めてで民間企業が宇宙開発に本格的に参入する時代に